アンディ・ウォーホル、アンディ・ウォーホル、アンディ・ウォーホル、1928年8月6日から1987年2月22日は、アメリカの画家、版画家、芸術家で、ポップアートの機種。銀髪のかつらをトレードマークとし、ロックバンドのプロデュースや映画制作なども手掛けた、マルチアーティスト。本名は、アンドリュー・ウォーホラ、アンドリュー・アハーホーラ。 チェコスロバキア共和国ゼムプリーム県、現、スロバキア共和国プレショケ県ストロプコー、コーリミコー村、現、ミコバー村から移民した、ルシン人の父オンドレー、アンドレーと母ユリア・ジュリアの三男として、米ペンシルベニア州ピッツバーグで生まれる、出生日や、出生地には、諸説ある。移民前の元の姓は、バルホラ、スロバキア語、ルシン語。二人の二位、ポール、ジョンがいた。 ルシン人の両親は経験なルテニア東方天霊カトリック教徒で彼自身も同様に育ち障害を通じ教会へ通った。体は虚弱で肌は白く日光アレルギーであり赤い花をしていた。早い時期から芸術の才能を表した。肉体労働者だった父アンドレイは1942年アンディが14歳の時に死去、その後は母のジュリアカズトに育てられた。 アルバイトを指示元の高校に通う、カーネギー工科大学、現在のカーネギーメロン大学に進学し、広告芸術を学び1949年に卒業を。1950年代、大学卒業後は、ニューヨークへ移り、防具や、ハーパースバザーなど、雑誌の広告やイラストで知られた。1952年には、新聞広告美術の部門で、 アートディレクターズクラブを受賞し、商業デザイナーイラストレーターとして成功するが、同時に注文主の要望に応えイラストの修正に追われ、私生活では対人関係の痛手を受けるなど苦悩の時期でもあった。彼は後に、ただ正確に映す、テレビ映像のように内面を捨て表層を追うことに、徹する道を選ぶこととなる。この間に、線画に載せたインクを紙に転写する、ブロッテドライン。 ブロテッドラインという大量印刷に向いた手法を発明する。1960年32歳、彼はイラストレーションの世界を捨て、ファインアートの世界へ移る。バットマン、ディック・トレーシー、スーパーマンなどコミックをモチーフに一連の作品を制作するが、契約していたレオ・キャステリ・ギャラリーで同様にアメリカンコミックをモチーフに一世を風靡した。 ロイリ・キテンスタインのポップイラトレーション作品に触れて以降この主題からは手を引いてしまった当時アメリカは目覚ましい経済発展の最中にあった1961年33歳身近にあったキャンベルスープの缶やドルシェヘをモチーフにした作品を描くポップアートの誕生である1962年34歳は シルクスクリーンプリントを用いて作品を量産するようになる。モチーフにも大衆的で話題に富んだものを選んでいた。マリリン・モンローの突然の死にあたって彼はすぐさま映画ナイアガラのスチル写真からモンローの胸から上の肖像を切り出し、以後これを色違いにして大量生産し続けた。ジェット機事故、自動車事故、災害。 三時などの新聞を騒がせる報道写真も使用した。1964年、36歳からは、ニューヨークにファクトリー、ザ・ファクトリー、工場の意と呼ばれるスタジオを構える。ファクトリーは、アルミホイルと銀色の絵の具で覆われた空間であり、あたかも工場で大量生産するかのように作品を、制作することをイメージして作られた。彼はここで、アートワーカー。 アートワーカー、芸術労働者のよう雇い、シルクスクリーンプリント、靴、映画などの作品を制作する。ファクトリーは、ミック・ジャガー、ローリング・ストーンズ、ルーリード、ベルベット・アンダーグラウンド、トルーマン・カポーティ、作家、イーディ・セジウィック、モデルなどアーティストの集まる場となる。1965年、37歳、ベルベット・アンダーグラウンド、ザ・ベルベット・アングラ以下、VU と略の、 デビューアルバムのプロデュースを行うバンドの詳細は同項目を参照のこと。ウォーホルは VU の演奏を聞き協作を申し込み、女優兼モデルの2個を引き合わせ加入させる。1967年3月発売の彼らのデビュー作ザ・ベルベット・アングランド2個、ベルベット・アダー・グラウンド &2 個では、プロデュースとジャケットデザインを手掛けた。シルクスクリーンによるバナナを描いた。 レコードジャケットは有名となった。前衛的音楽のためアルバムはあまり売れなかったが、後に再評価された。ウォーホルは VU の楽曲を映画のサウンドトラックとしても用いた。セカンドアルバム制作の頃には、ウォーホルとの関係も終わる。彼らとの関係は映画、ルーリード、ロックンロールハート、ルリード、ロックロールハートに描かれている。また、ウォーホルの死後、 メンバーのリードとケールは再結成し、ソングス・フォー・ドレラ、1990年という追悼アルバムを作成したドレラはドラキュラとシンデレラを足した造語であり、彼らによるウォーホルの印象を表したという。芸術の世界の外では、アンディ・ウォーホルは、この時期に、名声や有名人について語った言葉、15ミナッツ・オブ・フェームで有名になった。 1968年にオーホルは未来には誰でも15分間は世界的な有名人になれるだろうと述べた。1970年代末に彼は60年代の予言はついに現実になったと話したが、マスコミからこの言葉について毎回尋ねられることにうんざりし、このフレーズを15分で誰でも有名人になれるだろう。in 15 minutes everybody will be famous と言い換え、 以後回答を断るようになった。1968年6月3日、40歳、ウォーホルは全男性抹殺団のメンバーだったバレリー・ソラナスという女性に拳銃で狙撃される。ソラナスはファクトリーの常連であり、ウォーホルに自作の映画脚本を渡したり、ウォーホルの映画に出演したことがあった。3発発射された弾丸のうち最初の2発は外れ、 三発目が、左肺、脾臓、胃、肝臓を貫通した。彼は、重体となるが一命を取り留める。この事件は、アンディ・ウォーホルを撃った女、アイショット・アンディ・ウォーホルとして1995年に映画化された。1970年代から1980年代は、社交界から依頼を受け、ポートレートのシルクスクリーンプリントを多数制作する。1970年には、 ライフ氏によって、ビートルズと共に、1960年代に最も影響力あった人物として選ばれる。1972年、ニクソンの訪中に合わせて、毛沢東のポートレートを制作した。同年、母がピッツバーグで死去。世界中で古典を開催するようになる。1974年、46歳、発来日。 1982年から1986年にかけては災害や神話をモチーフとした一連の作品を作成する。最後の作品は1986年のレーニンのポートレートなど。このレーニンのポートレートは後にロシアの聖書で有名なボリス・ベレゾフスキーに渡ることになる。1983年から1984年にかけて 日本の TDK ビデオカセットテープの CM に出演。今人を刺激すると題して、右肩にテレビのテストパターン、カラーバーを持ちながら、赤、緑、青、群青色、綺麗、綺麗とたどたどしい日本語を発するだけであったが、視聴者に強烈なインパクトを与えた。拡大したテストパターンを背景に、猫の格好をした女性が寄り添うバージョンもあった。 1987年2月21日、ニューヨークのコーネル医療センターで、胆の手術を受けるも、翌22日、容体が急変し、心臓発作で死去。58歳。生涯独身だった。ピッツバーグの先礼者聖ヨハネカトリック共同墓地に埋葬されている。派手な色彩で、同じ図版を大量に生産できる、シルクスクリーンの技法を用い、 スターのイメージや商品、ドル記号など、アメリカ社会に流布する軽薄なシンボルを作品化した。古典芸術やモダニズムなどとは異なり、その絵柄は豊かなアメリカ社会を体現する明快なポップアート、商業絵画としても人気を博した。しかし、そこには、アメリカの資本主義や大衆文化の持つ大量消費、非人間性、陳腐さ、空虚さが表現されていると見ることもできる。 普遍性を求めた彼の作品は、彼自身や大衆が日々接している、資本主義やマスメディアとも関連しており、また事故や死のイメージも描かれた。彼は自身について聞かれた際、さ僕を知りたければ、作品の表面だけを見てください。裏側には何もありませんと徹底し、芸術家の内面をなくし表面的であろうと努めた。彼は有名なものへの愛情を隠さず、 スターや政治家や事故、流行品をしばしば画題に取り上げ、それが有名で皆も自分も大好きだからだと理由を述べた。また彼自身がアメリカの有名人物になってからもペースを乱すことなく有名人を演じ作品を制作し続けることを理想とした。初期にはアクリル絵の具などでキャンバスに描いていたが、 1960年代以降は、版画のシルクスクリーンを多用している。広範印刷である、シルクスクリーンの原理は平たく言えば、プリントごっこのようなもので、作家が直接印刷に携わらなくとも制作できる、量産に適した手法である。彼は、機械で生産するように、シルクスクリーン作品をするアトリエ、ファクトリーを儲け多くの若者を雇い生に当たらせた。一方、 同じ版を利用し、意図的にプリントをずらしたり、インクをはみ出させた。シルクスクリーンのモチーフに以下のようなものを選んだ一例。シルクスクリーンプリント制作の傍ら1963年から1968年にかけ60を超える映画も手がけた。ただし、実験映画的な作風から一般公開されたものは少ない。 初めて一般に公開された作品は1966年のチェルシーガールズ。最も有名な一本は眠る男を8時間映し続けた眠りスリープ1963年。彼はアクション映画を好まず本質的には同じであるにもかかわらず、些細な際にこだわっているから、自らの映画では本質的に同じのみならず、 細部まで全く正確に同じであることを得んだ。延々と変化のない映像は普遍的なものをテーマとしたボーホルの視点から見ると理想だったのかもしれない。その後も映画制作をし、劇映画も制作。ニューヨークの有名ホテル、チェルシーを舞台に、その各部屋で繰り広げられる人間の気度愛楽を、任意の2部屋分だけ適宜の時間セレクトし、2つのスクリーンを使いランダムに、 映し続ける、とどちらか片方のスクリーンには、2個の顔がランダムに挿入される、チェルシーガールズ、1966年は、全米で公開され大ヒットとなった。1970年代に入ってからはそれまでの、作品とは一転し、ジョーダレッサンドロや、ウドキアを主演とする、悪魔の腹渡、1974年や、諸女の生地、 1974年といったホラー映画の創刊も行った。インタビューは、ウォーホルが企画し、立ち上げたインタビューのみで構成される月刊グラフ誌である。1969年秋創刊。縦16インチ、横10.5インチの大きな表紙写真に、様々な分野の話題の人物を載せた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。